溢れ出すその涙は誰のためのもの、家族友達恋人のため、そして知らない人のため、すがりつくような声で一人泣きました。それは多分誰かのためじゃなく自分自身のために。見た目は綺麗されど切ない、建前をうまくかざす姿が大人に見えたんだね。何が必要かもわからない時代で僕らは生きてます。苦しくて悲しくて、それでも道は果てなく、どんな状況に置かれていても一歩ずつ進むしかないよ。少しだけその痛み感じながら眠りたい今夜は。当たり前の生活も与えられもせず、宿すりの地は時には儚く、その場所を選べない。何を信じるかもわからない時代で僕らは生きてます。苦しくて悲しくて、それでも道は果てなく、せめて愛と希望のかけらを集めて空に響くように、何度でも何度でもこの命続く限り歌うよ。心